インドネシアのサマダ兄弟姉妹は二部屋だけの簡素な家でイエス・キリストの福音を聞きました。小さなテーブルを照らす薄暗い光の部屋で二人の若い宣教師が彼らに永遠の真理を教えました。祈りと聖霊の導きを通して彼らはそれを信じ、バプテスマを受けて末日聖徒イエス・キリスト教会の会員になることを選びました。その決断とそれに続く生き方によってサマド兄弟姉妹と家族は人生のあらゆる面で祝福を受けてきました。彼らはインドネシアの初期の開拓者です。後に神殿の儀式を受け、サマド兄弟は支部会長、さらに地方部会長を務めて責任のために中部ジャワ州を全体を車で巡りました。この10年間はインドネシアスラカルタステーク初の祝福師として奉仕しています。49年前、あの質素で信仰に満ちた家庭を訪れた宣教師の一人として、私はベニヤミ王が教えたことを彼らの中に見てきました。神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。見よ、これらのものは物質的にも霊的にも全てのことについて祝福を受ける。イエス・キリストの模範と教えに従い、弟子の中に数えられることを選ぶ人々の生活に注がれる祝福は数多く喜びに満ちた永遠のものです。アルマはバプテスマの聖約を望んでモルモンの泉に来た人たちのことを神の羊の群れに入りたいと願っている人たちと言いました。囲い、すなわち羊の囲いは大きな石垣であることがよくあり、羊はそこで夜の間守られます。出入り口は一つしかありません。一日の終わりに羊たちは呼び集める羊飼いの声を聞き、安全な囲いの中に入ります。羊飼いが囲いの狭い入り口に立ち、羊が入ってくると数えられて、傷と病がある羊は一頭一頭手当てが受けられることをアルマの民は知っていたことでしょう。羊たちの安全と福利は彼らが進んで囲いに入り中に留まることにかかっています。私たちの中には群れの端の方、つまり自分は必要とされないとか大切に思われていないとか仲間に入れていないと感じる人がいるかもしれません。また神の羊の群れの中にいながらも互いの足を踏みつけてしまい、悔い改めや許しが必要な時もあります。しかし私たちの真の羊飼いは常に良い羊飼いです。神の群れの中で私たちは主によって養い育てられ、主の贖いの愛を感じるという祝福を受けます。主はこう言われました。私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。救い主は私たちの罪、苦痛、苦難、人生の不公平をご自分の手のひらに刻んでおられます。この群れに入りたいと願ってそこに加わることを選ぶなら、誰もがこれらの祝福を受けることができます。選択の自由という賜物は単に選ぶ権利ではなく、正義を選ぶ機会です。囲いの堀は制限ではなく霊的な安全な源です。イエスは一つの群れ、一人の羊飼いがいるだけだとであると教えられました。こう述べておられます。門から入る者は羊の羊飼いである。羊は彼の声を聞く。羊はその声を知っているので彼についていくのである。私は門である。私を通って入る者は救われるであろう。神の群れに入る道は一つ、救われる方法も一つです。それはイエス・キリストによってであり、イエス・キリストを通してです。私たちは神の言葉、すなわちイエス・キリストとその預言者によって教えられた教義から群れに入る方法を学びます。私たちがキリストの教義に従い、イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマと確認、そして絶えざる忠実さを通して群れに入るとき、アルマは4つの具体的で個人的な祝福を約束しました。神にあがなわれ、第一の復活に預かる人々と共に数えられ、永遠の命を得られ、主からますます豊かに御霊を注がれる。アルマがこれらの祝福について教えると人々は手をたたいて喜びました。その理由を説明しましょう。
第一に、あがなうとは負債や債務を完済すること、または苦悩や危害から解放されることを意味します。イエス・キリストの贖罪がなければ、自分が犯した罪から清められ、苦しんでいる傷から完全に癒されることはありません。主は私たちのあがない主であられます。第二に、キリストが復活されたおかげで、すべての人が復活します。霊がこの死すべき体を離れた後、私たちは復活した体で再び愛する人々を抱きしめられる日を待ち望むでしょう。私たちは第一の復活に預かる人々に加わることを心待ちにしています。第三に、永遠の命とは、神と共に住み、神のような生活を送ることを意味します。それは神の最も大いなる賜物であり、満ち満ちる喜びをもたらし、私たちの人生の究極の目的であり、目標です。第四に、神界のお一方である聖霊を伴侶とすれば、この現世で極めて必要な導きと慰めが与えられます。罪がもたらす惨めさ、愛する人の死による悲しみと孤独感、死後の出来事に対する恐れなどの不幸の原因をいくつか考えてください。神の群れに入って神と交わした契約を守るとき、キリストが私たちを罪からあがなってくださること、肉体と霊の分離が速やかに収束すること、そして最も栄光ある方法で神と共に永遠に住むことができることを知り、信頼することから平安を感じます。兄弟姉妹の皆さん、聖文には救い主の力と思いやりに満ちた慈愛と恵みの模範が溢れています。救い主がこの地上で共同の技を行われたとき、癒しの祝福は主を信頼し信仰を持って行動した人々に与えられました。ベテスダの池にいた病気の男性は、起きてあなたの床を上げて、そして歩きなさいという救い主の言葉に信仰を持って従ったとき歩き出しました。バウンティフルの地では、様々な病気や苦しみを抱えていた人々はこぞって前に進み出たときに癒されました。同じように神の群れに入る人々に約束された素晴らしい祝福を受けるには、来ることを選ぶことが求められます。息子アルマは次のように教えました。良い羊飼いは今あなた方を呼んでおられる。あなた方がその声を聞くならば、良い羊飼いはあなた方をご自分の羊の群れに導き入れてくださる。数年前、愛する友人が癌で亡くなりました。彼の妻シャロンが夫の病気について初めて知った時、このように書きました。私は信仰を選びます。救い主イエス・キリストを信じる信仰、天の御父の計画を信じる信仰、天の御父が私たちの必要を知り約束を果たしてくださるという信仰です。私は特に誘惑や逆境、危機にあった時でも、神の群れの中にあって内面の安らぎを感じているシャロンのような多くの祭り生徒に会いました。彼らはイエス・キリストを信じる信仰を持ち、主の預言者に従うことを選びました。愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大官庁はこう述べています。人生における良いことのすべて、永遠にわたって重要な祝福となり得ることは、すべては信仰から始まります。私の5代上の祖父であるジェームズ・ソーヤー・ホルマンは、1847年にユタに来ましたが、7月にブリガム・ヤングと一緒に来たのではなく、その年の遅くにやってきました。記録によれば、羊を連れてくる責任があったからです。彼と羊は10月になってからソルトレイク盆地にたどり着きました。同様にまだ平原に残っている人たちがいます。全員が最初のグループで到着するわけではありません。愛する友人の皆さん、旅を続け、他の人を助けて、神の群れに完全に入ってください。イエス・キリストの福音の祝福は計り知ることができません。永遠だからです。私は末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であることに感謝しています。天の御父と贖い主イエス・キリストの愛、そしてお二からののみもたらされる平安、すなわち神の群れに見出される内なる平安と祝福について証しします。
イエス・キリストの御名により、アーメン。